はい、こんにちは、カズボウです。なんて言えばいいのかわかりません。どうも、カズボウです。ファイナルファンタジーっぽいドラクエ2やっていきたいと思います。主人公だけね、鎖鎌装備になりましたね。まあ、それだけですね。で、今回、銀の鍵取りに行こうと思いまして、まあ一応、下のアーサーくんも、聖なるナイフに変えましたけどね。洞窟に行くんだけど、まあカットしてもいいか、そこまで。なんかいつ新モンスター出てくるか分かんないもんね。まあこうやってるうち、レベルも上がるでしょうし、とりあえずギラまで覚えてる。カットしようか。ここら辺から。どこだ？湖の洞窟。あれ？あったあったあった。違う敵出てきそうだもんね。お、ラリフォーアント。まあ、その名の通り、36持ってる。すげえ、1匹で36持ってんの？ラリフォーを使ってくるからね。ギラね、全体じゃないんだよね。なぜか。え、ラリフォーアントすごくね、あれ。毒怖いんだよな。お、キアリ。あー、毒消し、いらない。これダッシュできんだね。待て待て、これ。バブリー。これ強いんだよな、こいつ。上がりましたね。お、30ゴールド、300ぐらいあるか。うわ、まあまず毒消しで直してね。こんな感じだね。HP 的に、やっぱドラクエベースなんだろうね。上なのか下なのか。上だね。導け、あれひどいよね今の。
まあそんなに難しくはないと思いますけどね。しない？そんなことないか。もう次ぐらいで上がんじゃねえの？ちょっと上がんないかな。クムクムっぽいのがいる。ちょっと待って。トンネジン。HP 少ないの狙われんだっけこれ。普通だったら。魔術師だったあれ。なんかクムクムっぽいやつ。ガシュ。一番賢いんだろうな。16食らう？あ、やべ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 、危ない危ない。え、まだ上がんねえ。読み外れたね。あ、でもまあ、でもいい感じだと思いますけど。新刊とかあんな感じなんか。お、軍隊あり。さっきラリフォーハント出てきたのに。序盤で分かんないでこっちの方来ると軍隊あり。あ、こっちか。やった、銀の鍵。あ、ここでいつなんだっけ。やったぜ。銀の扉はありますからね。なんか結構余裕だね。え、こんな時間で行けたの？前回の場合2でやめたかもね。上がった上がった。まあいいや。その分先進めるか。次の町ぐらいまで行けばいいかな。ポブラドラクエ全然ドラクエっぽくねえな。ローレシアの宝開けれるよね。鎧ムカデ呪文か。なんだね、もうムカデじゃん、本当に。アレン上がんないかな。でも経験値これ2倍設定なんですよ。サクサクいくよね、本当に。
で倒せるからまだ良心的だよね。キメラの翼使うべきか、次の場所行くべきか、銀の鍵使うべきか。ローレシアまで遠いな。遠いなけど使うんだ。待って、ここって銀の鍵あったっけ。ローレシアの鍵開けて、サマルトリオあったっけ。456って相当あるね。さて鎖カタビラを買うか。まあそうなんだけどね、とりあえずセーブさせていただいて。これ金の鍵だもんね。これ上銀なかったっけ。あ、金だね。ゴールドクロスっぽい扉がある。いや、こんなにあるの。まあ、今回3番目にしていきましょう。リーザとか、まあ、リーザのアイテム買って、あとなんだっけ、あれ聖水とかあればいいのにね。敵のエンカウントがなんかグラがありすぎてさ、びっくりすんね。じゃローレシアに行って、まあ、途中で鎖カタビラ買うか。あそこまでカットしよう。今、鎖カタビラ買ってさ、守備力が6ぐらい上がったんかな。で、ここあるよ。あ、吹雪剣か。売っちゃったもんね。まあ、いいや。あ、そっかそっか、吹雪剣があるのか。あと、ローレシア回って、まあ、右下も行けんのかな。鎖カタビラじゃないや、なんだっけ、鎖釜買おうと思ったんだけど、下の子にも、なんか装備できるみたいだからね。ローレシアすぐそこなんだけど、出ないとき全然出ないんだけどね。あ、今の感じいいね。これ出ないパターンだね。出るパターンか。で、洞窟、なんだ?洞窟抜けて、あ、多分、ムーンペタって場所があると思うんだけど、そこ行くか。どうなんだろう。行って、あそこにやばい敵いるよ、これ。敵が多分ガラッと変わるんですよね。湖の奥地10分かかんなかったな。あ、ほら、また鬼エンカウント始まった。もう。全然出てこないと思ったら一歩歩いてさ、また終わったらまた一歩歩いて出てきたりとかするからさ。たまにそれが、まああるから、まあ怖くはないんだけど、ここら辺弱いからね。ただめんどくさいのよ。ローレシアの宝開けたらまたカットしてね。カット開けレースみたいな感じでやろうとしてるから。400ぐらいんだよ、だって次まで。見えるんだよ、見えるところで敵出てくるんだ、これ。あ、出てこなかった。まあ今フラグ立てたんだよ。そういったら出てこないだろう。あここは牢屋、王子様のような方が来るところではありませんぞ。なんかいいね。待って、これだけか?ちょっと待って。ここ、壁いらないじゃん、これ。邪魔だよ、この壁。取っ払ってくれよ、王子様。あとは、あと何もないのか?あ、あったあったあった。魔除けの鈴は魔法のお守り。眠らされたり呪文を封じ込められたりすることが少なくなるとか。お前はまだ子供なのに辛くなったらいつでも帰ってきていいのですよ。お母さんかこれ。子供っつっても結構いい歳だよな。16ぐらいじゃない?はい、ではね。はい、着きました。
左行ったらさ、まあ、なんか孤島みたいなとこ行ったら、別にあれを、あんま必要ないかなと思うんだけど。やっぱこいつ攻撃力高いな、幽霊。ここまでレベル上げて4とか食らうから。ムカデビル。これどうなってんのこれ、こっち向いてんのかこれ。顔こっち向いてんのか。ああ、そういうことか。ムカデじゃん、ただの。ただのムカデじゃん。ムカデ食べろって言ったらいくらで食べれます。そんなこと思いません。なんか昔絶対嫌だなと思ったけど、いくらかくれるんだったら食べてもいいかなって思ってんだけど。お、出た、タホドラキ。おう、シェードみたいな感じだったな今。敵多い。敵多いっすね、本当にね。さて、まあ村について、あ、そっか、いっぱいあるのか、いろいろあるのか。この人の3倍もあるようなムカデ出てきたら嫌だよね、本当に。一撃じゃないってのが嫌らしいな。ケアル、ケアル。どっちみち宿泊まるからね。99だってすげえな。はい、着きました。くんくん、あ、ついてきた。あれ、ムーンペタの町にようこそ。ここは人と人が出会う町。で、そうだ、まあまあ。もしアレン様では、こんなところでお会いすると、ああ、夢のようですわ。なんで、こんなところで、どこかの塔の中に風のマントがあるらしいぜ。マントをつけてれば高いところから落ちても、ムササビみたいに飛べるんだってよ。ムーンブルクのお城はこの町の南西の方向です。まあそうなんだけど。いやー、欲しいな。この凶悪なお金よ。どうすかな。ちょっとお金貯めるか。まずちょっと早いもんな。じゃあ、ムーンブルクまで行こうか。便利になったもんじゃの、こんなところでもセーブできるようになったんじゃってのがいないのかな。ここでやられたら嫌なんだけど。これもいい。あ、福引き所か。あ、お、あれよ。なんとここでも冒険の書が開けるのじゃ、便利な世の中になったもんだな。ね、うまそうだね。また会おう、ロトリソンたち。とりあえず大丈夫か。今ちょっと時間見たんだけど、
まだ十何分ぐらいしかやってないよね。だから、ムーブ力いっちゃおう。確かめんどくさくなかった。敵いたよな、確か。使ってもなくなんないんじゃない？なくなったな。わ、シェード。いやーやだね。使っちゃうか。食らったらやだし。守備力上げといた方がいいと思うけど。あれ、防具って売ってた？そういえば。翼とか持ってきた方がいいのかな。あったあったあった。こっち向いてるよな、これな。完璧に下のあれ目だよね、2つね。改造人間っぽい顔してる。お、レベルアップ。お、魔法トーン覚えました。魔術師とかもうやばいじゃないですかね。ん？リビングレッドスモーク、あれなんだっけ、レムナントだっけ、あれ防御ってなんだ、一丁前に。やべ、火力高っ。なんだこいつ。リビングデッド。え、待って、強くね。ちょっと待って。左の毒沼のとこ行けるよな。うわ、ハーゴンが攻めてきた、助けてくれ。いや、もう、ね。ダメで。わしはムーンブルクの王の魂じゃ。我が娘、アキナアキナは、呪いをかけられ犬にされたという、オークチョシやプリンとかじゃ、なんでもねえじゃん。アキナ。ランダムだよな、これ多分。東の地に4つの橋が見える。小さな町があるという。そこにはラーの鏡が、これを伝えるまで私は死にきるんだ。もうそれ取っちゃってもいいけどな。お、メタルスライム。あ、でしょうな。ここ、怖い。ギラ一撃で行ってくれればな。まあ、そんな甘くないね。何気に邪魔だね、鎧向かって。毒沼入って2ぐらい減るのか、 1か2か。16だよね、今ね。あ、2減るな。ホイミとかかけれないよね。完全ゾンビじゃん、これ。強いなぁ。あ、なんだよ、指が滑った、トゥルルって。まあいいや。口癖がまあいいやって言われた。まあまあ、まあいいや。まあいいか。
こいつ何匹も出てくるのかな。経験値やばくね。ここ種あるよな。姫様は呪いで姿を変えられ、どこかの町に。姫の呪いを解くには、真実の姿を映すというラーの鏡が必要です。何もなかったな。これ言うためにこんな毒沼にいいんだよ。なんでこっちから出んの？大丈夫か？深い村に戻って、あっと！キメラの翼持ってくればよかったな。下行ったらここの下から右に行ってラーの鏡があるから、まあでも今回ここまででいいかな。ラーの鏡だから、その風のと、あー行っちゃっていいかな。キメラの翼1個買っていこうか。そしたら多分この動画内に収まるよね。次回は、風の塔ってとこに行かなくちゃいけない。644か。守備力上げればいいね。あ、そっか、1000ぐらいだったっけ？道具。売ってたな、そういえば。潜水。響きもらったね、今。売ったらお金なんだけどさ、もう今更53とかが。今、福引き一回やるか。いや、大丈夫です。あ、ドラケン4。3個かけれんのか。こういう時上揃ったりするんだね。あ、ほら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 。あ、よかった。後悔するとこだった。危ねえ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 。まあ、じゃあ、待って、結構時間来てんな。なあ、ワンちゃんどいて、ちょっと多分。おちょ、マジ、何やってんのね。じいさんと、本当に世界救わせねえ気だな。こういう道があるんだ。じゃあちょっとね、ラーの鏡だけ取ってこよう。銀の鍵とラーの鏡、同じカードで取れるよ。どうしたら。どうしたら。30分ぐらいね、いつも動画撮ってるからね。このハス、でもそんなにね、遠くはないんだよ。ただ道中にいるやつがどうなのって感じはするから。だってこの池の下回り込まないとダメでしょ。ちょっときつくね。大丈夫。あーもう、そいつとあれに前にやってる。あー、
出力ゼロなんじゃないの、もうなんでこんな4匹も出てくるの。ルカナン使ってわーとかなるけど、ずっとルカナン使ってくれると間抜けだよ。162ってやばくね。今までで一番きつかったんじゃない、下手したらね。やべえ。ギラ使い邪魔。うわあ、危ねー。あっちの方が早いかな。あーよかった、間に合った。危ねー、こうマンドリルいっかなと思ったけど、クマじゃんね。さあ、火力高けんだけど、こいつ何。おー危ねー、4匹とか出てきたらアウトだよね。ラリフォーとかあれば結構楽かなと思うけど、難所だな。196って、なんか来た、よかった、1匹で、まあ頼む。あーもうそれやめてくれ、もう。おー、勘弁してよ。起きろ、起きろ。おー、マジかよ、マジかよ。そのまま全滅パターンありえんだから。あー、よかった。よくねー。後ろのやつ、もう、邪魔だ、お前。頼むから。後ろも邪魔なんだけどさ。前の方が邪魔なんだ。いやー、もうきつい。おい、マジかよ。あ、よかった。あー、8はやばいよ。あぶねえ、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 あぶねえ。奇妙なゾウさん持ってきてよかった。あぶねえ。レベル上がった？上がったね。58から上がるんでしょ。あ、2しか上がってねえし。もうちょいなんだから頑張れよ。お、嘘。あ、そっか、これ鬼変換だね、これね。でも今回だいぶ強くなったんじゃないの。まあまだ可愛い方だね、こんなの。経験値いっぱい持ってるザコだよ。本当にすごいね。なんか気持ち悪いな、あれ、足のところ。スイートホームだね。そうか、スイートホームもあれ RPG だよ。知ってます？スイートホームって。ファミコンの。
足場、あ、何かがあるようだ。よっしゃ。今回ここまでですね。まあ、二パート分ぐらいのボリュームはあったよね。ただ短時間でできたからね。ほら、アキナ。アレンたちはラーの鏡を覗き込んだ。なんと、鏡はアキナ姫の姿が映し出した。鏡が砕け散り、姫にかけられたのだけど、砕け散んだよね。なんだ、真っ白。え？アキナ。ああ、元の姿に戻れるなんて、もうずっとあのままかと思いましたわ。私はムーンブルク王の娘、アキナ。私もあなた方の仲間にしてくださいませ。共に戦いましょう。アキナ。いや、まあ普通なんだけどね。あ、アキナさんに申し訳ないけどさ、ドラ系でアキナってひらがなに出てくるとちょっと面白いよね。でも、アキナさんっていう人がプレイしてるかもしれないからね、ドラ系。自分の名前つけるかもしれない。あー、鋼装備していった方がいいか。ちょっと待って。何装備してんの？レベル1か！川の盾装備できるのかな？川の盾ぐらいで買ってた方がいいね。あ、止まってから買えばよかった。まあいいよ、ね。この場所考えだろ。鋼の盾。何も装備できない。鉄の槍。これぐらい買ってもバチ当たんないし。これ、聖なるナイフとかさ。戦力アップだ。次回風の塔に行くぞ。まあレベル上げないといけないかな。まあいいや。はい、ということで今回これ終わりたいと思います。ほい、次のレベルまで100だって。これいきなりベホイメ覚えてんだっけ。あ、だね。はい、よろしければグッドボタン、チャンネル登録、 X のフォローなしてあげるとすごく嬉しいです。ご視聴いただきありがとうございます。次の動画でお会いしましょう。